全国の中学受験生の皆さん、こんばんは。中学受験専門プロコベ指導塾の塾長の飯塚です。今日は3月7日月曜日ですね。中学受験生の皆さん頑張ってますでしょうか。今日はね、東京地方ちょっとね大雨で、ちょっとね今授業終わったところなんですけどもね、塾生諸君が傘を差しながらね、帰ってきたんでね、ちょっと心配なところなんですけれども、とはいえね、もう3月新年度始まりました。我々はね、もうついこの前受験が終わったという感じなんですけれども、まあ、中学受験生新学年の子たちにとってはですね、これからスタートというところでね、我々もね自分自身にちょっとね気合を入れてですね、また気持ちを入れ直してね今年度やってるんですけれども、まあ、皆さんね、いろんな塾さんにね通われて、中学受験ね頑張り始めてるところだと思うんですけれども、まあ、この時期ね新6年生あるいは新5年生にですね、やっといてほしいこと、こんなようなところをねちょっと今日はねお話ししようかなと思います。ノアのね、勉強法でですね、まあ、2つねスローガンがあって、1つは第一志望絶対合格プロジェクトというようなことでですね、第一志望校のね、過去問をですね、しっかり分析してですね、そこから逆算して偏差値だけにとらわれずにですね、何をどこまでやれば合格するかというようなね、一人一人にオーダーメイドでですね第一志望絶対合格プロジェクトをね、作ってるんですけれども、もう一つね重要な学習法の一つに30対70の法則、またはねノア式予習シリーズ学習法、こんなことを言ってるんですね。でノア式予習シリーズ学習法っていうのは何なんだというとですね、まあ皆さんねこれおなじみの予習シリーズ、これそれぞれね国語算数、まあ、理科社会も使われてると思うんですけれども、これをですね、ノアはですね予習シリーズの活用法の仕方がねちょっとね、例えば四谷大塚さんとかね、早稲田アカデミーさんとはね、ちょっとというかねだいぶ違うやり方を使ってやっていくんですね、予習シリーズの使い方を。これはねどういうふうにやっていくかっていうとですね、まずですねゴール地点を決めちゃってます。おそらく新6年生になればですね6年生の予習シリーズを一般的に使われていることだと思います。ただね、もちろんね御三家宗家あるいはね算数のすごい難しい学校、まあ工業記者ですとかね、まあそうですね、難関校と言われてる学校ですねを狙っていくような学校であればですね、算数6年超までやるべきだと思います。ただしですね、まあ過去問を見ていただくと分かると思うんですけれども、算数がですね、5章5下でね意外とね、カバーできる学校がね難関校の入り口くらいまでの学校であれば十分、対応できるんですね。そういった意味でですね、まずノアではですね、四谷の合符号判定模試、これがですね、60に届いていない子に関してはまずはこの予習シリーズ5条5限、ここだけにちょっと集中してですね、新6年生の子でも予習シリーズ5年の上下、これだけにねちょっと特化して、やらせるようにしています。ここのですねノア式ではですね3段階に予習シリーズの活用を分けてまして、第1段階第2段階第3段階と分けております。まあ、算数が一番重要なんでね中心なんで、第1段階はですね必修例題と基本問題、ここだけに特化してやっています。また第2段階目になった時にはですね、それの類題と応用例題、第3段階になった時にですね練習問題、この3段階のステップに分けてですね、やるようにしています。一般的な塾さんではですね、まあ、90分なり80分の授業の中でですね、1回の授業の中で大体もちろん1回分ずつの授業を通常行われていると思うんですけれども、飛ばしながらね問題やられる塾さんがほとんどだと思うんですね。先生の方でこの問題やってみようこの問題やってみようというようなことですね。そうするとですね、まあ、1段目3段目5段目みたいな感じでね、飛ばしながらやってるようなイメージなんですね。そうするとですね途中で階段に登れなくなってしまうというようなことがあります。ですのでノアではですね基礎を早く正確に解くっていうことを一番のスローガンにしてるんですね。入試でも全ての分野が解ければ最高なんですけれども、入試に出やすい部分、また基礎問題を落としてしまうっていうのはね非常に大きな失点になります。応用問題を落とすのと基礎問題を落とすのでは、基礎問題を落とした方がはるかに同じ5点でもですねマイナス5点のダメージがでかいわけですよね。みんなが解けないような問題、あるいは正解率が非常に低い問題はですね解けなくてもですねそれほど痛くないんですね。ただ誰しもが解くような問題を落とすようであればですねこれは大きな失点になってしまいます。ですのでノアではですねその勉強に強弱をつけてやらせてますので、脳圧式予習シリーズ学習法でですね、今まで勉強量がちょっと多い割にはなかなか伸び悩んでいるとかですね、ちょっと今のね塾さんのねレベルについていけないと、スピードについていけないというようなことがもしあればですね、脳圧式予習シリーズ学習法に切り替えてですね、基礎基本から徹底的に勉強していけばですね、何をどこまでやればいいかっていうのが見えてきますので、今のね第一志望校、皆さんのこれから1年後に目指される学校、あるいは2年後に目指される学校、それぞれねあると思うんですけれども、学年を問わずですね、この予習シリーズの5年の上下、これのね必修例題と基本問題がまず早く正確に解けるのかどうか、そこをよく考えてみていただきたいんですね。今ねそこがあやふやなのに、6年の上とかにね、進むことによってですね、6年の上になってスパイラル学習でもう1回やりますと、確かにその通り、もう1回6年の上で5年の上下でやったものが出てきます。ですが、レベルが上がってね、スパイラル1周してですね6年の上に入ってきますので、5年の上下がね早く正確に解けないのにですね、6上にいると余計消化不良を起こしてしまいますので、ねそういうことがないように予習シリーズをね5年の上下からステップしていると、もちろんですね、上位の学校を狙う子は6上まで行った方がいいです。行った方がいいんですけれども、段階がありますので、ノアではですね、第2第4土曜日にですね、各教室で、予習シリーズの確認テスト、蒲田の教室は日曜日かなに行っておりますので、それぞれの教室で予習シリーズの確認テストが月2回行われてますので、そこで穴を、防ぐというかね、埋めていく作業をしていただいてます。またね、国語の勉強っていうのもねこの予習シリーズであるんですけれども、これもですね、大体今週で2本ずつぐらいですね、2つぐらい問題を解いてきてもらってます。解いてきて完全解説をこう個別で入れてるんですけれどもね、赤ペンを先生がねどんどん問題に対して入れています。もちろんこれもね全足解説しております。あいうえおってあった問題の中で、例えばねあが正しいということであったとしてもですね、いとうとえとおがねなぜ間違えているのか、そこの根拠付けをしてあを入れていかないといけないんですね。なぜならば設問に最も正しいものを選びなさいと選択問題が書かれていますよね。そういったものの中で、相対比較なんですよね。選択肢を選ぶっていうのは他の選択肢と比べていいのか悪いのかっていうことなんで、最もマシなものが正解になることもあるわけです。ですので、選択肢は吟味していかなきゃいけない。また主語によってですね、その答えっていうのは変わってきます。ですので選択肢をねしっかり見ていくっていうものをですね、この5年の上下を使ってですね、まずはこのレベルの問題の全足解説、ちゃんと選択肢がね吟味できているのか、問題文に線が引けているのか、選択肢全てに線が引けて切り落として最終的に選んだ選択肢が正解になっていればですね OK なんですけれども、国語っていうのは確かに前提知識がですね漢字文学史以外は必要がないということが当然言えると思うんですね。ですけれどもだからこそね、たまたま正解しちゃったりすることもあるわけですね。読んでですね読みやすい文章なんかで、国語がね自分自身で得意であると思ってる子もねたくさんいるかなと思うんですけれども、ある時の試験で偏差値が10ぐらい下がってしまったというような子も中にはいたりしてですね、どうしてなんだろうっていうところなんですけども、半分勘で当たってるところもそういうことってあると思うんですよね。そういった意味では、たとえ最初時間がかかったとしてもですね、この時期ですのでまだ1年間ありますので、そういった意味ではですね選択肢を全てこうやってね、見てですね問題文に線を引きながらですね、ちゃんとつないでかけてるのかな解けてるのかなと、抜き出し問題もたまたまなんじゃないかなと、接続語指示語こういったものもですねきちっと分かった上で、回答が出せているのかどうかじゃないとですね、同じ例えば偏差値55の子がいたとしてもですね、本物の偏差値55とたまたまの偏差値55の子が中にいますのでね、そういうことがないようにしていくためにもノアではですね、特に国語の授業に関してはですね、厳しめに赤ペンを入れていっておりますので、そういうふうな学習にねしてみてください。自分が普段解いてる問題でテキストを見ていただければね一目瞭然だと思います。ちゃんと選択肢をね吟味した上で、傷をつけながら選べてるのかどうか、それをもう一度この時期だからこそテキストを見てみるようににしてください。またね、以下社会なんかもね同様なんですけれども、まあ、社会なんかねこれからね公民がねもうスタートしてるんじゃないかなと思いますけれども、歴史とか分野なんかね、まだまだ一番出題の配点が高いところなんで、あるいは1年前にやった地理なんていうのもねだいぶ忘れちゃってる子もねいるんじゃないかなと思うんですけれども、授業のね、塾の授業をですね毎週毎週こなしていったところでですね、以前やったものを忘れているなんていうことがあるとですねまた覚え直すのも大変なので、もうね全科目をねぐるぐる回せるような体制、もうずっと地理ばっかり歴史ばっかり公民ばっかりということではなくてですね、社会なんかもですね3科目で勝負、理科もですね4分野ありますね、物理科学生物地学、これそれぞれの分野をですね同時並行で回していくと、復習を上手にやっていくというようなことをねノア式予習私立学習法の使い方の中で、説明しておりますので、そういったものもですねホームページなんかも見ていただくとですね、その触りなんか書いてあるんでぜひご覧になってみてください。まあ何しろねこれから1年間長いマラソンがスタートしますので、中学受験生はですね、この時期だからこそしっかりとねした学習をやっていってほしいなと思いますので、もしね、受験勉強全般のお悩みのことがあればですねノアまでお問い合わせ願えれば、私飯塚の方でですねご面談と、この時期はね特にまだ時間がね比較的ありますので、お話しさせていただきやすいかなと思うので遠慮なくお問い合わせください。じゃあ皆さん第1号絶対合格に向けて頑張りましょう。